ダッパンダッパン、なんかやり。こちらが有利な状況でブラスターを使ってると、甲骨としてしまいます。どうも、ラライトです。そんな使ってるだけでアンチコメントが湧くブラスターですが、今日は簡単な対策方法を伝授。まず、マニューバーを持って、あ、待って待って、アンチコメント書かないで嘘です。基本的な対策としては、ブラスターに先手を取られないことですね。例えば、崖下をクリアリングするとか、それでも、不意に先手を取られた場合、思い切って間合いを詰めましょう。ブラスターを使っているとわかると思うのですが、こちらに気づいていない相手に爆風を一発当てた場合、大体の人は、焦って下がろうとします。だからこそ逃げる読みで相手の奥側に2発目を撃つし、まさか詰めてくるなんてなかなか思いません。不意にブラスターから1発目を当てられた相手がすぐさま戦闘態勢を取って密着してくると、今度はこちら側が直撃を当てないと勝てなくなってしまいます。相手が詰めてくるって分かってんならブラスターは下がればいいだけなのですが、不意をついた相手がまさかすぐ密着してくるなんてブラスター側はなかなか思いませんからね。え、相手のブラスターに先手取っても負けちゃう？いや、それは知らん。スキブソー X 対ロライトがお送りしました。